それでは参ります、せーの、6時だよ6時だよ全員集合、はい、ということで本日もありがとうございます。皆様の体験談や楽しかったことを、伺っていきたいと思います。まずはじめに、全国で大盛り上がり、大払い千社札ゲームの1000回以上達成の方の、お名前を発表させていただきたいと思います。おめでとうございます。はい、1000回以上、まあ、昼劇でもお伝えさせていただいたんですけども、さらに達成者の方が増えましたので発表させていただきます。1000回以上達成の方、仙台一番店千葉明子隊長、おめでとうございます。長崎ふみちゃん、ふわふわふみちゃん商店竹中ふみ子城主、おめでとうございます。八千商店菊池栄子隊長、おめでとうございます。はい、千葉の、愛と光ショップコアさん加藤真由美隊長、おめでとうございます。銀座丸館ピンクファッション栄子隊長、おめでとうございます。同じくピンクファッション上津素直隊長、おめでとうございます。オフィス姉中野純子隊長、おめでとうございます。千葉県の愛と光ショップコアさん土屋光代隊長、おめでとうございます。茨城ついてる丸館龍ヶ崎西山敦子隊長、おめでとうございます。東京ひまわり健康クラブ中川松江隊長、おめでとうございます。2000回以上達成の方、茨城ついてる丸館龍ヶ崎、秀人隊長、おめでとうございます。札幌アスカ、札幌アスカありがとうございます。落合光子隊長、おめでとうございます。東京田園調布本店佐藤和俊隊長、おめでとうございます。そして、4000回達成、今日も参加してくださっております、保田商店菅歩美城主、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで皆様もおめでとうございます。それでは お祝いの万歳いきたいと思います。せーの、万歳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 、ありがとうございます。全国で特つみ退場か、ありがとうございます。はい、そして、こちらから、もうちょっとだけお知らせをさせていただきます。はいはい、ちょうどですね、今日からスタートしました。こちら、ビヨンカツさん5個のセット、その名も一点集中大払いセット、本日よりスタートでございます。イエーイ。はい、こちら、ビヨンカツさんをこちら5つで1セットとさせていただいております。プレゼントにはこちら、花井社長の可愛いピンクの封筒大賞がプレゼントされまーす。イエーイ。はい。まあ、この袋はなんですけども、まあ、大入り袋として、ここに、こちらにまあ、お金さんを入れていただきますと、花井社長の豊かな波動が、こうね、豊かな波動の入ったお金になる。で、これをこのまま、貯めててもいいですし、こちらに入れたお金さんを使うことで、豊かな波動が世の中にも、世の中の皆様にも広がるということで、はい、使い方は自由です。まあ、縁起物として、すごい、この、可愛いプラス豊かな波動、素晴らしいプレゼントとなっておりますので、ビヨンカツさんはね、特にこの、倍飲みを進めてるとかではないんですけども、今、ちょうど皆様がね、飲んでらっしゃるので、まあ、その、まとめて飲んだりとか、まとめて買う分ですとか、大切な人と、ご家族や、ま、大切な人と一緒に飲む分とか、ね、合わせて、セットしていただいても大丈夫ですので、男女、お待ちしております。今のところは、大丈夫なんですけども、数がなくなり次第、こちら、飲みますので、ご協力の方は、お早めに、ということです。よろしくお願いします。ね、これは金運アップ。アップアップ。でございますんで、よろしくお願いします。はい。
で、あとは、これは個人の感想シリーズなんですけども、ちょうどお仲間さんがね、ビヨンカツ等のビヨンカツ水というものをシェアしてくださいまして、だだん、ちょっとね、見えるかな。これは大体500のペットボトルなんですけども、まあ、この、僕はペットボトルにしちゃってるんですけども、タンブラー、水筒とかに、まあ、500の水筒とかに、まあ、ビヨンカツさんを30入れて、で、あと、蜂蜜。ちょうどね、最近、達也部長の講演会でも、蜂蜜がいいよってこう、なんかね、良質な糖分が取れるですとか、腹持ちがいいですとか、もちろん美容にもいいですとか、お話があって、まあ、詳しくは、達也部長の講演会の、動画を、ご覧になってください。最近の、昨日、今日とかでもお話しされてたんで、それすごいわかりやすいので、よかったらご覧になってください。はい。で、蜂蜜と、リョンカツさん30粒と、お水入れて、僕は混ぜて飲みました。で、さっき飲んだんですけど、まあ、個人の感想では、あ、すごい、体にいいなっていうのが、もう飲んだ瞬間分かったっていうのと、僕はなんかね、まあ、いつも枯れてるんですけど、今日は特に枯れたってで、声が枯れちゃったんですけど、飲んでちょっとしたら、すごい、気の、こう、体全体の気の通りが良くなって、今ね、いくらか喋りやすくなりました。で、今もなんかこう、スーって感じで、スッキリした感じになってます。なので、まあ、ビヨンカツさん飲む方は、よかったら試しに、ちょうどね、蜂蜜のお話もありますし、ラッキーミルクといいかなと。はい、個人の感想でーす。聞いていただいてありがとうございます。はい。で、蜂蜜は、人によってね、特に分量は僕は結構ギューって、こんぐらい入れちゃってるんですけど。多めに入れちゃってるんですけど。お好みで大丈夫です。はい。で、こう、振るとね、結構、ビヨンカツさんも時間経つとね、1時間ぐらいすると結構溶けてるんですよね。まだ残ってるけど、だいぶもう溶けてます。はい。なかなか飲みやすくていいです。はい。で、作りやすい。簡単、豊か、楽しい。以上、ありがとうございます。はい。ということで、僕の話が長くなってしまいました。皆さんのお話も伺いたいと思いますんで、何か、こう体験談ですが、ちょうど達也部長の講演会、ね、体験談ですが、大払いの体験談とあれば聞かせていただきたいな。あとは、その他でも楽しいことがあったよとあったら、お聞かせ願いたいと思います。いなければ、時間までちょっと当てさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい。大丈夫ですか。じゃあ、ゆりちゃん。あ、すいません。ね、はい、はい、私ビヨンカツ飲んでから、私以前までこの右目の下ですね、ちょっとシワができてて、ちょっと悩んでたんですよ。で、ここ最近、このちょっとシワが薄くなってきて、でね、顔のキメの細かさがすごく自分自身でも感じてきたんです。でね、もう一つなんですけど、私いつも整体行ってるんですけど、その整体の先生、私いつも足こう素足になって先生にマッサージしてもらうんですけど、よく、まあ、私二十歳ですけど、まあ、私ぐらいの年齢になると、こう毛細血管こうミミズのように浮き出てるとか分かりませんかね、それなんかおけつらしいんですけど、それが、ね、野村さんが全くなくて、すごく野村さんの足綺麗って言われるんですね。で、私やっぱりひとりさんのサプリ飲んでるおかげかなと思って、本当になんかひとりさんには感謝ですね。で、それと私以前までこう履けなかった、着れなかったワンピースが着れるようになりまして、体重変わらないんですけど、本当になんかビヨンカツ飲んでからすごくいいことずくめ で、それともう一つね、私美肌メイクのリップグロスあるじゃないですか、これちょっと塗り出してから最近こう男性の方なんですけど、男性の方視線がいつもこう唇に行くんですね。それなんかこう嬉しいというか、なんかちょっとそういうのがありました。以上です。いいですね。男性からももう目が離せませんね、注目。だから本当に今のゆりちゃんのお話を聞きますとね、ビヨンカツさんで体がさらに健康に美しく、リップグロスで、はい、ね、この、さらに色っぽく、
男性の目を引く。ちょっと嬉しいですね。嬉しかったです。嬉しいですね。いやもう本当画面上から見てもとても美しいです。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。また聞かせてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ます。はい。ありがとうございます。いいですね。はい、ふーちゃん、けいちゃんさんは、お話は、できますでしょうか？声を出せたら、難しいかな。はい、もしもし、もしもし。あ、もしもし。感謝してます。あ、そのままでも大丈夫ですんで、はい。あ、いいですか、すいません。なんか、ちょっと最近、スマホの、自分の、この、スクショを出す方法がわからなくて、すいません。なんか、このままですいません。昨日達也部長の講演会、はい、主催ありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さんどうも本当にありがとうございました。なんかねすごい予想を上回るのですごい失礼なんですけど、うん、なんかねもうなんか送られてるマキちゃんオフィスから送られてくる名簿がね、うんはい、なんかもうちょうどマックスだったんですよ。30だったんですよ。それ初めてでもうびっくりして、でなんかどんどん人が来るし、ヤシさんといやどうしようかっていうぐらい、うん、でもう中にはもうねだいたい一応ソーシャルディスタンスで一つは開けて、うん、まあ2人の間に一席は開けるって感じだったんですけど、それもちょっと難しいぐらいで、でも中にはもう会議室入ってきてすぐそこのもう椅子でいいよって方もおっしゃってて、なんかあれだけたくさんの人の講演会でやっぱりねコロナ開けっていうのもあるんですけど、いやなんかもうあそこの407の波動って多分ね他の部屋と違ってたと思います。はい、ありがとうございます皆さん。はい、ありがとうございます。はい、ふーちゃんの動画も見させていただきましたよ。もうご覧になりました。めっちゃ面白かったです。だいぶあれ多分皆さん本気にしてないですよねあれね。どういうのは、まーさんネタは大丈夫です。ネタなんかありましたね。ちょっとなんか、ナオミさんに怒られるからと思うぐらいいじりがないんですけど、大丈夫でした、まあ、その、あれ。でね、こう楽しんでらっしゃる感じでしたね。はい、うん。大丈夫ですよ。うん、大丈夫です。はい、なんか、ちょっとやりすぎたかなと思ってるんですけど、まあ、楽しんでいただけたらよかったかなと。ねうん、楽しいが、とっても伝わりました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。してます。またお願いします。はい。はい。はい、確か、岡本慎也さんも参加されてましたかね。慎也さんは、お話できますでしょうか。はい。あ、感謝してます。はい。感謝してます。またそのままでもよかったら、はい。はい。はい。昨日ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございます。そうですね。昨日ね、やっぱり、こう、いつもよりちょっとね、うん。たくさんの方がいらしてたんで、近かったですね。はい。そうですね。あとは、達也部長のお話の中で、はい。龍神様はみんなの、中に、すべてのみんなの中にいて、で、普段こう、笑顔で、自分の機嫌を取っていたら、龍神様が味方してくれるよっていうお話があって、けどちょっと前にまあ、さっきのお花見をしてきたんですけど、はい、権現堂っていう結構桜がすごく綺麗で、桜とこう七本桜が綺麗なところがあるんですけど、で4月9日ぐらいに行ったんですけど、もう結構桜がほとんど散っちゃってて。で、もう散っちゃってるけど、ね、もうその日に決めたし、まあ、同棲だったら、まあ、花より団子で屋台に出るって聞いてたので、じゃあ、まあ、花より団子で、まあ、お酒を飲みながら、まあ、行きしましょうかっていうふうに、まあさんと、花見に行ったんですけど、そう、権現堂に行く途中に、はい、結構古い、神社さんがあって、はい、熊野神社だったんですけど、はい、そこをちょっとまさにもちょっと案内していただいて、
行ったんですけど、たまたまなんか、ちょっと改修工事みたいなことしてて、で、ちょっと、その神社の、扉の中をちょっと見れたんですよ。うんうんうん。その改修工事してるおじさんたちが、なんかすごいこう、話好きだったのかどうかわかんないですけど、うん、なんかいろいろ話をしていただいて、その神社の中になんか大きな絵馬があるんですね。うん。その去っての、その当時の、なんか、こう、はい、はい。あれ、うん。当時の様子を描いた絵馬を見れたんですけど、そういうものをいろいろ知って、たまたまそういう改修工事をやってるところに見合わせて、お話好きなおじさん、まあ、出会いが。いろいろ話が聞けて、もともとまあ、お花見、ね、まあ、満開のお花見、桜見れたらいいなって思ってて。うん、もう知ってるから、ああっていうような思いで言ってたら多分そういうことは起きなかったのかなと思って、うんうんうん、自分の機嫌をとって、まあ、お花見は、まあ、桜あまり見えないかもしれないけど、うん、一緒にマーさんとねこう、うん、お屋台のお料理食べてお酒飲んで楽しもう気持ちで行ったから、うん、そういうところに巡り合わせられたのかなっていう昨日の達也部長の話を聞きながらまた思い返してました。よかったですね。想像以上に楽しく過ごせたんですね。そうですね、はい、よかったですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ聞かせてください。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ほら新谷さんと去っての直美さん、この本のあれですよね、出会いで人生は輝く7回読み達成されましたね。おめでとうございまーす。あ、ごめんなさい。僕、あれ？あれ、これ君は、え？あ、僕は君は誰と生きるかの方で。あ、そっちが失礼しました。はい、すいません。まだそっちはまだ1回しか読んでない。すいません。おめでとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。また、じゃあご報告お待ちしております。はい。はい、ありがとうございます。はい、感謝してまーす。感謝してまーす。はい。はい、皆様の方からはいかがでしょうか。あ、ちょうど目が合いました。4000回達成されました。菅さんおめでとうございます。はい、ありがとうございます。感謝してます。はい、どうもです。感謝します。相変わらず職場でずっと音量最低レベルでずっと聞き、流しっぱなしで、だから、はい、なんだろうな、自分の耳で聞いてるんじゃなくって、うん、本当にそこの場にフロアにいる人たちにこっそり聞かせる作戦でずっとやっててなんですけど、やっぱりなんて言ったらいいんだろう、やっぱり不思議なことに流してる時と流していない時の差がすごいあからさまで、うん、不思議なんですけども流してるときって、いわゆる、なんていうの、具体的にはちょっとまあ、あまり言えないんでしょうけれども、全体としての、ミスっていうのが少ないなっていうのが、最近ちょっと実感してきたんですよ。面白いなと思って。で、ちょっとした、うっかりして流してないときっていうのは、昨日は何件ミスがこう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 ありましてって、多くなってるんで、って感じでびっくりして、あ、そういう波動調整もあるんだなって思って、これは本当に回数を重ねるんじゃなくって、いわゆる自分がいるこの場のために流すっていうのが大事なんだなって思ったんですよ。なので、回数を重ねることを目的じゃなくって、本当にこの場の浄化、自分がいる場をきれいにするために、空気っていうかここの、うん、場をきれいにするためにも、これからも流していきたいなって思いましたし、あと、体験になるのかな？実は今日ちょっと午後からまたちょっとお腹が痛くなっちゃったんで、早退したんですよ。うん。
で、その時に車の中でやっぱり、これはでも自分、当然も自分のために祝詞をかけながら運転してたんですけれども、で、なんかちょっといろいろ考えながら運転してたんですけれども、自分の過去世のことをちょっと考えてみたんです。まあ見えるとかそういうことじゃないんですけれども、ああ、もしかしてね、いっぱい切腹して亡くなった私の過去の方々って、異常にいっぱいいるのかなって、なんか思いがふっと湧いてきちゃいまして、で、それで、その方たち、一人一人、切腹して死ぬのって本当は嫌だったよねって思ったんですよ。祝詞と聞きながら。したら、感情何もなく涙がブワーって出てきて、運転しながらもギャン泣きし始めて、あれ、なんで泣いてるんだろうっていう感じだったんですけど、多分、なんだろう。自分の体とかそういうね、病気の体験を通して、それこそなんだろう、具体的に切腹で亡くなった方々の無念というのを知ってもらいたかったのかなって思って、あ、それでその祝詞を流すことでそういう方々が、なんだろうな、無念をきれいに流して、あ、もしかしたら上に行ったのかなって思って、なんか、あ、ちょっとなんか今日は不思議な体験できたなと思って、そしたらば、お腹痛いのも綺麗に治ってきたのでよかったなと思いました。すみません、すみません、なんか取り留めのない話になっちゃいました。以上です。ありがとうございます。もうすごい、ますますこう、すっきりされた感じはしますね。あ、おかげさまで、病院に行って、去年の3月の頃の体重と今の体重ちょっと聞いてきたんですけれども、はっきり言います。去年の3月の体重が64.8キロだったんです、私。で、この間行った時に測ったのが、52.4だったかな。だから約12キロ出まして。まあ、ほら、食事制限とかもいろいろあったん。もうそれはやらなきゃなんないので、それもあったんですけれども、看護婦さんに言われたのが、たるみが一切なく一番いい痩せ方してるよねって言われたんですよ。それ言われてすっごく、あ、嬉しいなと思って、やっぱり美容活とか、医療サプリ出したの私もガバガバ今回飲ませてもらってたんですけれども、やっぱり美容活で、とどめのこの美を 保てたのかなって、本当に、たるみもなく、やつれた感覚が一切なく、12キロも、1年間で12キロも痩せたっていうのが本当に嬉しくって、これを本当にちょっともう、ずっとキープしたいなって思いました。はい。よかったですね。本はい。当綺麗にね、おやすみ。嬉しいです、本当に。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。また聞かせてください。はい。はい、感謝してます。はい。はい。はい。楽しい時間はあっという間で、皆様の方がいかがでしょうか。じゃあね、顔を出し、できなくても大丈夫なので、お声出せたら、秀人さんはいかがでしょうか。秀ちゃんさんも、2000回ね、達成。声出せたらで大丈夫です。感謝してます。あ、ちょ大っ丈夫。とだけ。あ、ちょこっとだけで大丈夫です。はい。久しぶりです。お久しぶりです。感謝します。ごめんなさい。ちょっと仕事しながらだったのあ、で、大丈夫ですか。ちょっと飛んじゃってたんですけはど、い、はい。全然全然。何をあれでしょうか。なんでも。あ、ひめちゃ誰の。んは、お笑いはどんな感じで、こう、あ、受けられてるんそうですか。ですはい。ね。タブレットとか、あとは、パソコンとかで、できるだけ小さくしながら流したりとかしてたりします。職場とかね、いろんな、行った先、神社さんとか、お寺とかで、そんなのさせていただいたりしてます。ひでちゃんご自身や身の回りで何か変わったこととかありますか？どうだろう、タイミングが合ってきてるかな、前よりも。ああ、そっかそっか。
てか、勘っていうか、なんかもともと直感でいろいろ動いてたり、計算するとかっていうのはもうご存知だと思うんですけど、だから、ふと、なんか今日はこっちにしようかなと思ったら、なんか久しぶりな方にお会いできたりとか、そういうのがあったりとかしますし、ここ入ってみようと思ったら食べたかったものに出会えたりとか、もう皆さんもそういうのあるかもしれないんですけど、そういうのがさらに冴えたかなって勝手に思えたり。そうだと思います。とか、あとは、なんだろうな、前よりもそんなに深刻すぎて考えなくなったりすることもあったり。とか、あとはもう本当に、先ほどね、達也部長のお話にも、体験談というか、なんかその昨日のお話もあったけど、達也部長のその YouTube とかも聞かせてもらいながら、いたりすると、なんか本当になんか前よりはちょっと、背負ってるものを軽く捉えてるかなって気もします。はい。いろいろこう、もちろん職場でもあるんだけど、まあ、いっかとかってね、どこかで全部割り切れたりとか、何かあったらその大払いかけちゃってね、ちょっと自分の中の、なんていうのかな、思いとかを軽くしちゃったりとか、もう忘れちゃうような、感じで、うまく、そういう時にはボリューム上げたりしながらやってますよ。はい。そっか、その時に応じて、こう、いろんな、ね。そう。何か深刻になりそうな時に、何かこう、大払いね、かけたりとか、達也部長の講演会の YouTube かけさせてもらって、自分の気持ちをちょっと変えて、とか、あともう龍神様にお任せだねって、そういう流れをね、いろいろさせてもらってたりしますし、あとは、いろんな方がね、ちょっと自分の話とか聞いてくださったりもするので、そういうところでいいアドバイスをね、タイミングよくいただけたりしたりして、本当にありがたい限りです。もう仲間の皆様とか、お茶会いろいろお付き合いくださってる皆様にも本当に感謝です。ひでちゃんも今2000、おいくつでしたっけ、ひでちゃん。お茶会。いくつだったっけ ?700 とか。2700ぐらいでしたっけ。ねえ、すごね、い。すもごういい、本当にただただ、どっちだったか。はい、どっちかです。2800でいす。やー、ご本人よりありがとうございます。失礼しまましす。た。はい、報告だけしたマね。ジありがとうございます。失礼しました。おめでとうございます。本当にお付き合いくださる方がたくさん、いるので、続けさせてもらってますし、あとはもうそういうところでお話しさせてもらうと、もう皆さんがもう本当にすごいので、すごくなんかまた肩の荷をね、軽くしてくださるんですよ。だから本当にいい方々に恵まれて幸せだなと思ってます。素晴らしい。ありがとうございはい、よまかす。ったら皆さんまたお付き合いくださいませ。ねえ、ぜひぜひ、はい、お茶以上会です。の、ありがとうございます。ありがとうございおま声す。聞かせていただきありがとうございまたまます。た感参加謝でしてます。きました。また参は加い。します。またお願いしまはす。い、感失謝し礼しまます。た。ははい。はい。ということで、そろそろお時間でございますが、皆様の方からいかがでしょうか。なんとなくですが、クミちゃんいかがでしょうか。前もあったような光景ですが、よかったら。ありがとう。急で、恐縮でございます。劇文、はい。8つの劇文のことと、はい。はい。あとは大原へ、のりと、花井社長ののりとを、1年半か2年くらい、ちょっと離れていた、離れていたって、どっかではつながって、私もつながっているんですけど、そのくらいの期間、ちょっと、前に、ご縁してた時よりはちょっと時間が空いちゃった方がいらっしゃったんですが、でもやっぱりこの檄文の言葉とこの花井社長のノリと、これは本当にそれが始まった時からお伝えしたかったので、とにかくお伝えすることだけはお伝えしたいと思ったからしてたんですね。そしたら先日電話いただいて、ものすごく檄文の檄文と祝詞がね、自分にとってものすごくね、良くてって、受け取ってからずっと聞いてたり、
してましたって、それで本当にね、よかったっていうふうなのを電話いただいたのですごい嬉しくて、それでね、花井社長の祝詞の CD も欲しいって言われて、うん、だから本当にこの祝詞っていろんなことがあっても全て浄化して、なんか本来の自分たちのなんか光が出てくるんだなっていうのをなんかものすごく感じたです。感謝でございます。以上。いや、素晴らしい。以上。ありがとう。以上。うん、嬉しかった。嬉しいですね。はい、うん、楽しみですね。うん、聞かせてください。ありがとうございます。はい、ということで、本日はこの辺にさせていただきたいと思いますが、まだこれは話したいよということは全然大丈夫ですので、いらっしゃいましたら大丈夫でしょうか。それではまた明日もございますので、まだご一緒できるのを楽しみにしております。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。 そう、大洗いの CD、まだね、これからしたいよって方、まだまだ募集しておりますんで、はい、お待ちしております。それでは、ごきげんよう、5秒前、4、3、2、1、ふわふわ、感謝してます。ありがとうございます。来てます。